FR レイアウト自動車設計において、FR、または前置きエンジン、後輪駆動配置は、エンジンが車両の全部に置かれ、後部に置かれた車輪を駆動するレイアウトである。自動車の発明以来、長らく主流となっていたレイアウトであった。現代の主流は、前置きエンジン、前輪駆動配置に移っているが、ライトバンやトラック、マイクロバスでは依然としてこの方式が大半を占める。 FMR レイアウト。エンジンは全車軸の後ろに置かれる。自動車設計において、フロントミッドエンジン、後輪駆動配置は全部に置いたエンジンが後輪を駆動するレイアウトである。前置きエンジン、後輪駆動配置と対照的に、エンジンはその重心が全車軸の後ろに来るように、十分後ろに置かれている。これは、重量配分に役立ち、完成モーメントを減少させる。 これによって車両の操縦性が改善される。FMR の機械レイアウトは実質的に FR 車と同じである。同一車種であっても搭載されているエンジンの長さや全車軸に対する重心位置によって FR あるいは FMR のいずれかに分類される,うる。ありがとうございます。